ご意見をいただきたいです。仕事を辞めたい。定期的に今の職場を辞めたいと考えてしまいます。それ普通です。入社3年目25歳です。えー、とやるべきこと、私に足りないことなど、現状、自分の業務が目いっぱいになっているときに辞めたいと思う。 かっこ日々業務に追われているパワハラなどは会社の日はないと思うコミュニケーションがうまくいかないことが多い完全週休,休2日月手取り21万他の一人業間知識が少ない会社が取れといい資格を取れていないよろしくお願いしますああれですねあの容量の悪い人ですねあのまずね箇条書きで物事を書くと人に伝わりやすいんですけど箇条書きの書き方も下手なんですよねあ要はその 例えば「現状」っていうところで現状を書けばいいのにそのカッコ書きを入れるんですよね要はその,あの相手に伝えなきゃいけない情報と自分の考え感想をごっちゃにしちゃってるんですよね。なのでその「思い」とかっていうのは割と最後にその「考え」とか「思い」は別で分ければいいんで「過剰書き」に入れるべきではないんですよ。 とかっていうのって、あの、容量なんで、うまく書いてる、うまく箇条書き書いてる人の見て、ああ、こうやって過剰書き書くんだっていうのは、多分もう知ってると思うんですよ。で、うまくやってる人のを見て、真似をするっていう習慣が多分ないんだと思うんですよね。その、要は、例えばプレゼン資料とかで、その、 このプレゼン資料分かりやすいわとか、あのすげえこの人営業成績いいわっていうのを見ていると思うんですよ。で、それを丸パクリすればいいんですけど、多分なんかのオリジナリ性を入れたがるんですよね。多分その、このメッセージも一番最初に中括弧を使ってるんですよ。別にそこ普通の括弧でよくねとか、要は中括弧と普通の括弧で使い分けてたりとか、で、その過剰書きにするためにこう中黒の点を入れてるところと入れてないところがあったりとか、そのバラバラなんですよね。 なので、なんかその、誰かがやってるものをまず真似するっていうのって、その、賢い人の発明した面白いもの、うん、賢いやり方を、そのまま真似してやると、相手の人は、あ、この人賢いって思ってくれるんですよ。例えばその、えっ、ー、と、じゃあ、僕がすごいわかりやすいプレゼンの資料を持ってきて、プレゼンしたら、お、この人すごいなって思うんですけど、その資料は誰かが作ってるのをまんまコピーしてるかどうかってわかんないじゃないですか。 だから賢く見えるって実は賢い人がやったことを100%ま似するで十分なんですよ。あの独自の発明をする必要はないんですよ。でもなんかそのハタロさんってその自分自身の独自のなんかオリジナリティ性をつけようとするんですよね。ご意見をいただきたいです。コロン仕事を辞めたいなんですけどこのコロン何の意味なの？ イコールなの点なのみたいな。多分、その、ハータルさん本人にはそのコロンに込めた何かの思いがあって、点でも空白でもなくコロンにしてるんだったんですよ。コロンって2個の点のやつね。でも、普通コロン使わなくねみたいな。っていう、その、要は何か込めてるんだけど、それ伝わってないので、なのでまず、その、自分の感情、自分の込めた思いはどうでもよいので、あの、他人が使ってる分かりやすいものを真似するっていうので、まず要領を良くしてください。 発明をしない他人の真似だけをするっていうのをやるともうちょっと会社の作業が早くなるんじゃないでしょうか。